子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。今日もオーディオ話なんですが、オーディオラックやスピーカーの足っていうか台、あとは音をこう拡散させる棒の集合体、まあ、拡散棒、森って言ってるんですが、そういったものは DIY で自分で作って使うようにしています。まあ、大体材料もホームセンターで、まあ、その拡散用の棒は手すり用のタモ材なんで、まあ、ホームセンターでも売ってますし、ヒバ材は材木屋さんに直接買いに行って、でね、切ってもらって使用しています。あと黒炭なんかはこっちの方で売ってないんで、まあ、こんぐらいの角材なんですけど、それインシュレーターに使ってるんですが、あと丸い筒のタイプのね、あれは東京渋谷の東急ハンズなんかで手に入るそうです。あとそれと今日紹介したかったのが、オーディオ用にも優れた材料として、まあ、皆さん使ってると思うんですが、シナアピトン、アピトン材ってやつですね。まあ、合板、比重の重い合板なんですかね。まあ、それをどのように使ってるかっていうのを今日紹介していきたいと思います。まあ、オーディオ用の製品使えたら、まあ、それに越したことないんですが、高額じゃないですか。どっちかというと驚くべきほど驚くほど高いじゃないですか。ですからなかなかそこまでお金が回らないと。それで、まあ、昔からオーディオやってる人なんかはもう自作でいろいろやってるじゃないですか。もうものすごい研究されてやってらっしゃる、まあ、それのまあ真似事なんですけども、まあ、自分なりにやってみました。このターンテーブル載せてるラック、これホームセンターで材料を切ってもらって、パイン材ですね、切ってもらって自作したラックなんですが、まあ、簡単に設計図書いて、でそのまま切ってもらってビスで固定して製作しました。でこの足はヒバ材を切ってもらって、まあ、スタックして乗っけてるだけです。でその上にですね、この、まあ、これパイン材なんですが、これはシナアピトン、比重の重い合板ですね。これを天板に貼り付けて、振動を抑えるような格好にしています。そしてさらにですね、見えるかな、ここにこのゴムの板入ってるんですが、これも振動を抑えるゴム板をさらに乗っけてます。この板入れるようになってから、まあ、ここに床歩いた時の針が足音をこう拾ったりすることが軽減されました。で私このシナアピトンを割と多用してるんですよね。シナアピトン、あとは黒炭、まあ、これは、まあ、市販のインシュレーターなんですが、ターンテーブルの足に使ってます。プリアンプのインシュレーターは黒炭を使用してますね。3点止めです。まあ、3つ、前2つ後ろ1つみたいな感じですね。だいたい3点でやるんですが、まあ、この MC トランスもそうですね。ここは黒炭で、この、まあ、ベースになってるのがシナピトン、こちらもそうです。黒炭で3点止めしてシナピトン、他もそうですね。このアイソレーショントランスの下のシナーピトンを使ってますし、この拡散するこれタモ材なんですが、向こうもそうですね。拡散する森って言ってるんですけども、そのベースになってる板もシナーピトン使ってます。向こうもそうです。あとスピーカーの足も、まあ、これはヒバなんですが、この部分はシナピトン、パワーアンプの下のベースもシナピトン、ここは一部カーボン使ってますね。サブウーファーです。カーボン、パイン材、シナピトン、足はタモ材です。あとは部屋の中をなるべく平面を作らないようにしてまして、向こうには玉のれんっていうのかな、これでこの壁の平面をこうデコボコさせてるんです。ここもそうです。正面のガラスのところもそうですね。あと真ん中には
タモ材をたくさん植林しています。前はどちらかというとデッドニングって言いますか、こういう吸音材を部屋のあちこちに貼ってたんですが、今はこのユニットの後ろだけにしてますね。ここにこうユニットが、スピーカーユニットがあるわけなんですが、その前に出る音、あと後ろに、なんていうのかな、後ろに抜ける音、その後ろに抜ける音だけを、この軸で吸音しているという形になります。あとスピーカーの面にも吸音材を貼ってます。こことこのサイド、あとこっちサイドも一応貼ってます。あとこの中域のホーンの下にも置いてますね。この隙間、このウーファーボックスとこの本の隙間に入れてます。あと視聴位置の正面がこうやってガラスなんですよね。女性ボーカルの割と低い低域 500Hz、 500か700ぐらいかな、その辺にガラスのせいなのかなって思うようなディッピングが感じられましたので、ちょっともわっとするんですよ。それを解消するために真ん中のところにタモ材を植林したり、タマのれんをぶら下げました。布で覆ってしまってもいいんですけど、ちょっと部屋の中の光も欲しかったんで、カーテンじゃない方がいいなと思って今こうしています。あと窓ガラスに、カーオーディオ用の振動止めみたいなものを、このガラス面にも全部貼ってあるんですよ。これも効果あると思います。ちょっともわっとした、なんていうのかな、共鳴する周波数をちょっと上に上げれたような気がしますね。あとこういうふうにスピーカーの上に物を置いたりして、こちらもそうです。なるべく部屋を平面じゃなくデコボコするようにしてますね。物置いてますね、かなり。こんな感じで、ベテランの方に言わせるとまだまだ甘いなっていうところはもう多数あると思うんですが、今のところこういう形でやっています。これからまた改良点を見つけて、増やしたり、配置変えたりしていこうかなと思ってるんですが、まだ研究の最中です。ちなみにゴムの板、ゴム板なんですが、ブチルゴム、割と品質のいいものと、あまり良くないものがあるらしくて、楽天だったかな、高品質のブチルゴムあったと思いますね。ちょっと探せたら下の方にリンク貼っておきます。今1枚しか使ってないんですが、結構効果あるような感じがするんで、もう3枚買い足して、4枚積み重ねて使ったらどうかなと思ってます今のところ。あとタマスダレなんですが、これ木の材質ちょっと分かんないんですが、1枚結構するんですよね。1万4000円ぐらいだったかな。これを 1,2,3,4,5 個、軍資金かかっちゃいましたが、効果はすごいあると思います。もともとこれやる前は、なんていうかな、トンネルっぽい音の響き方してたっていうか、ライブすぎたんですよね。低材波が多かったんでしょうね。で、このタマスダレを至るところにこう配置するようになってから、壁の面がデコボコしますんで、乱反射みたいな感じになると、それでだいぶ爽やかな響き方に変わりました。響くんだけどスッとなくなるみたいな感じですかね。いつまでもこうもわもわ言ってない感じですね。これは効果すごいあったと思います。そういった感じで皆さんもいろいろ工夫しながらオーディオライフ楽しんでください。それではまた後ほど、さようなら。